おはようございます。笹川です。ギター話です。よかったらお付き合いください。この間入手したね、まあ、安いスクワイアの、アフィニティストラットですけれども、改造工事をしてまして、改造工事の本当は手抜きでスキャロップと書くことなんですけども、これ、ほんの1時間もかかんないな。リューターでちゃっちゃっと削って、サンドペーパーで仕上げてみたいな感じなんですけども、で、まあ、当初予定ではない、自然に汚れてなんかリッチっぽくなってくれるといいなと思ったんですけども、待てよと思ってね、鉛筆の粉を削るとできるみたいな話を見つけたもんで、この黒鉛筆の、先っちょをね、ヤスリで削りまして、でそれをこう吹きかけて、でアルコールで消毒液で拭き取って っていうことをやってます。アルコールだと蒸発早いから、あんまり本体に影響を与えないんじゃないかと思ったもんですんでね。それでこんな感じなんですけど、まあ手抜きな加工だったのはよくわかると思いますけど ではなんとなく雰囲気は出てるかななんて感じでね。今のリッチが使ってるやつは、リペアマンがすごく丁寧に時間かけてスキャロップとしてるから、すごく丁寧に加工だと思うんですけれども、私の個人的な予測では、最初のリッチがえぐった時っていうのはね、あんなに当時売れっ子になりつつあって忙しいのに、リッチご本人が削ってるっていうんだけど、そんなに丁寧にやってないと私は思うんですね。それとマシンヘッドの裏ジャケ見た時の印象はね、あ、結構雑にやってんじゃねえのみたいな感じだったので、かえってその方が雰囲気出るかなと思って、もうリューターでジャジャジャーってやって、でそんなに綺麗に仕上げないで、まあええわみたいな感じでね やったのはこれなんですよ。私のね、これ間違ってるかもしれない、単なる私の推測に過ぎないんですけどもね、マシンヘッド作った時って、スモーク・オン・ザ・ウォーターの歌詞にあるように、スイスのカジノでね、火事があって、で彼らが持ち込んだ楽器を失ったってなんかどっかで読んだ気がするんだけど、っていうのはジョン・ロードのあれじゃないですか、オルガンも普段使ってるでっかい C3 じゃなくって、コンパクトな家庭用みたいなあれ使って持ち込んで、グランドホテルで収録してるんで、でリーチの機材もひょっとしたら火事で燃えたのかななんて私が勝手に思ってるんですけど、分かりません、シーツのほどの真偽は。でもしそうだとすると、もう急いでスキャロプトにしなきゃいけなかったから、かなり雑に掘ったんじゃないかなと私は推測してるんですけどね。でそんな気持ちを込めて、まあこんなのもありかなみたいなね。これ本職の人がやったらね、もっと綺麗に丁寧にやるし、ってとこなんでしょうけど、まあまあなんとなく 息が出るかなと なんかでもうちょっとね、ヘッドをねエイジングさせたような、こうやると、ほっとくと、いやこれ透明でやってね 透明に演奏してるとも見えないじゃない。それで、いやこれ1972年のオールドがさ手に入っちゃってなんて言ったらさ、結構本気にしてくれているんじゃないかとかって思いながら弾いたんですけどね。あ、昨日いろいろコメント皆さんありがとうございました。ということで、もしよかったらね、こんなお遊びもいいんじゃないかと思います。結構雰囲気出てね、なりきれると思いますよ じゃあ。